はい、皆さん、こんにちは。ハッキーゲームズのハッキーと申します。今回はですね、ようやく発売されたグランドセフトオートのザ・トリロジーというね、ゲームをやっていきたいと思います。で、それは何かと言いますと、GTA3 とバイスシティとサンアンドレアスのこの3つがね、収録されているといった内容になります。で、これらはね、だいぶ昔に発売されたゲームなんですけども、これらがリマスターされたバージョンという形になってますので、早速やっていきます。で、今回やるのはこの3の方ですね。はい。で、ちょっと今回ですけどね、ちょっと残念な話がありまして、実は以前にこれは収録してしまいまして、ちょうどね、数十分前に。で、それがですね、なんと声の方が録音できていなかったということで、もう一度データを消して削除してもう一回撮り直してる状態です、今。非常にちょっと申し訳ないんですけども、ただですね、トロフィーが1個解除されただけで全くできてないんですよね。もうミッション1つ2つクリアしたぐらいで終わってしまってるんで、なのでもうほぼほぼ初見です。はい。では気持ちを切り替えてね、やっていきたいと思います。オープニングが流れてますね。で、今回やるこのグランドセフトオート3というゲームはですね、調べてみたところ初リリースが2001年の10月22日というね、今からもうちょうど20年前というね、これ普通に考えてやばいですよね。20年の歳月を経てまたこうやってね、リメイクされて帰ってくると。これリメイクっていうのかな。そうですね、もうリマスターされて帰ってくるというね。で、これはですね、リバティシティかなという街を舞台に繰り広げられる物語なんですけども、PSP のね、僕このゲームはやったことないんですよね。3をやったことがないんですけど、 PSP のリバティシティストーリーズというゲームをやったことがあるんですけども、そちらで舞台になるのが同じリバティシティなんですよね。で、なんとこの時系列的にこのリバティシティストーリーズの3年後に当たるのがこのグランドセフトオート3というゲームになります。そしたら早速やっていきましょうか。で、スタートですね。これね、ゲームデータを削除したので、一番最初からになってるはずです。なってますね、これ。はい。これはまず舞台がリバティシティバンクというね、銀行から始まってるんですけども、これね、銀行強盗を多分してるんですよ、こいつらが。で、これが主人公ですよね。ありゃという感じで、まあ多分仲間の女性に裏切られるという形で、捕まえられます。で、共犯の恋人に撃たれると。だから恋人やったんですね、意外にも。で、これ護送車に乗せて、運ばれてます、刑務所まで。Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. で、ここでニュースのお姉ちゃんがこう喋ってるわけですけども、囚人を乗せた護送車が、まあ、襲撃されると。で、まさにこの今画面に映ってるこのムービーがその現場ですね。今ね、車から爆弾が投げられましたね。爆弾のせいでね、橋がこう粉々にされるんですよね。これで護送車から人が脱走させられますね。
させられてますね。今おじいちゃんが脱走しましたよ。でこの黒人の柄の悪そうなおじさんも一緒に逃げ出しまして、でこの主人公の今回のね3の主人公となる、名前わからないですけど、まだ主人公も一緒に逃げ出しますと。でたった今この爆弾で橋が壊れて両断されましたね。これによって隣の島まで渡れないようになっているという状況ですね。歓楽街の外れに、隠れ家があると。で運転は任せたぞということで、ここから、操作が可能になるんですけども、この操作方法がこちら PS5 バージョンなんですけども、もう完全にグランドセフトオート5のね GTA 5の操作方法と全く同じような仕組みになってるんですよね。で三角で乗る、でこの右スティックでカメラを動かすという、そして左スティックでキャラクターの操作ができる、そして R2 でアクセルという、ね、もう完全に GTA 5と同じような仕様に変えられてます。これはね、いやこれもしかしたらね、僕3がやったことないので、もしかしたらこのプレイステーション2の方では同じような操作だったのかもしれないんですけども、ただ今回ちょっとびっくりするのが、この一人称視点でねこの車の方を見れるんですけども、もうすごい綺麗なんですよね。この車内がもう完全に綺麗に見えるというね。確か PSP のねリバティシティストーリーズの方でも一人称はあったと思うんですけども、車の中で。だけどなんとなくあんまりこう綺麗に見えなかったというか、鮮明に見えなかったっていう記憶があるんですよね、僕の中で。ですけども今回これでもうすごい綺麗に見えますからね、もうこれ完全にすごいですよね。でこれ隠れ家つきましたと。で服を着替えようと、ね、今囚人服なんで。でミッションの最中でなければここでセーブできますと。で車は1台だけガレージに保存できますということですね。なので自分の気に入った車をここに持って行って保存できるという感じになります。セーブした後もその車に乗れますと。でこれラジオちょっと切っておきますね、ちょっと。そしたら次のね目的地に向かいたいんですけども、近いな意外と。で青いマークの中で止まる、ルイージのクラブで、これミッション早速ルイージズガールズ始まりましたね。Wait here, man, while I go in and talk to Luigi.でこれが多分ルイージっていう男の人がこのクラブのオーナーなんですよね。まあこのルイージって人が多分ですけど、この見てる限り人使いが荒そうなんですよね。でこのミスティっていうルイージの恋人かな、奥さんかなんか知りませんけども、その人を今から迎えに行くと車で。で今みたいにこのラジオでね歌を選べるみたいなんですけど、ちょっと多分著作権がなんかの影響で動画流せなくなったら困るんで、ちょっとオフにしておきますね。ミスティ言いましたね。ミスティすごい服装してんな。
で、乗り物に乗ってる間は R で、R ホイールで、ホイールっていうのかな、 R のこれなんていうんだろう、スティックか、 R スティックで周囲を見回すことができると。で、カメラも変えれると、こういう感じで。一番近いカメラは一人称ですね。で、これも車の操作がすごい気持ちいいんですよね。もうとにかく画質がすごい綺麗になってるのと、今もうあっという間にミッションクリアしましたけど、もうほんまに綺麗なんですよね。で、このミッションは確かクリアしたんですよ。で、すぐにルイージに仕事がないか聞きに行ってもいいが、リバティシティをうろちょろしてもいいということかな。今のところ武器は全くなくて、そう、このこれ武器ホイールっていう感じですよね。これがこれ GTA3 発売当初にこれがあったのかちょっとわからないんですけど、もう完全に GTA5 みたいな仕様ですよね。これもすごいですよね。とりあえずじゃあ次のミッションいきますね。これは多分ルイージのボディーガード、ボディーガードですね。ルイージから伝言をいただきました。だいぶ怒ってますね、ルイージも。じゃあルイージの兄貴のためにこのバットを奪って、スパンクというね、薬物を売りさばいてるやつをボコボコにしに行きましょう。で、そいつの車を奪って塗装しに行くっていうところまでがミッションの流れですね。したらじゃあ言いましょうか。で、今回その最後に出てくる塗装屋というのがあるんですけど、まあ GTA やってる方ならもう誰でも分かる常識みたいなもんなんですけど、塗装屋があるんですよね、今作にも。で、車を修理しながら塗装もしてもらえるという感じで、確か警察を巻くこともできたはずなんですけどね。で、この人や、こいつをこうだ。え、終わり？あ、 OKOK2 発で終わったな。よし、で、こいつの車を、この生かした車を塗装しちゃうと。すごいですよね、これ街並みも、もう綺麗すぎませんか、これすごいね。これ上の電車が走ってるとこは初めて見たけど、この上の電車が走ってるとき、この近くにいるとこのコントローラーが振動するんですよね。このここら辺もすごいリアル、めちゃくちゃ。で、これ地下鉄開いてないんか。地下鉄は PSP の時開いとったかな、リバティシティストーリーズの時開いてたかな。なんか入った覚えがないけど、気のせいかな。とりあえずじゃあ塗装屋に着いたんで塗装してもらいましょう。で、今回は無料と。通常料金は1000ドルというね、バカみたいに高いんですけど。おい、ピンク色や。これさっきね、1回目クリアした時はなんか青色やったんですよ。暗いなんか青色というか藍色みたいな感じかな。で、これなんか空き家みたいになってますね。うわ、すごいなこれ。もうなんかリマスターの域を超えてますよね、これ。えぐいな。じゃあこのままガレージに突っ込みます。で、車から出ると。 OK、ミッションコンプリーテッド、4000ドルゲット。今回かなり報酬でかいぞ。
さっきは1500ドルでしたからね。でこれが病院ですね。右上にオレンジで表示されているのがライフだと。やられると最寄りの病院に運び込まれる。治療代が取られる。で救急車でね運ばれるんですね。でこれ後々多分救急車で救急車を奪うとミッションができるんですよ。救急車ミッションみたいな、 GTA 5でもあったと思うんですけど、この救急車ミッションもねなかなか面白いんでちょっとやりたいですね今度。あ、パトカーもできたかな、そういえば。これ未だにわからないんですけど、これどうやって走るんかなっていう。走るボタンないんかな、これこれで走れてんのかな。でこれが警察署です。札にパックられるのは指名手配されている時だけだと。一番近い警察署に連行される。うわ、ものすごい騒動起きてるけど。指名手配の度合いは画面右上に並んだ星、指名手配度1、2。そう、このね今回星が6個あるんですよね。 GTA5 だとここまでだったんですけど、これがね6個までと。 GTA3 はね、でさっきここら辺になんか星みたいなポリスマークみたいなの出てたんですけど、これが指名手配度がついた時にこう出るようなマークで、これを取ると手配度が1減るみたいな感じのシステムやったような気がします。はい。でとりあえずここで1回収録を終えたんですよね前回で。こっからはもう完全に初見ということで、今回じゃあもう一個ミッションやっていきたいと思います。でどうしようかな、あのどうせやったらパトカー奪ってみましょうか。どうやって走るんやろこれ、奪えるんかなこれ。あ、奪えた。あ、よっしゃ。あ、処刑ミッションやこれ、処刑ミッションできるんや、すげえ。パトカーに乗ると乗った時だけ処刑ミッションができるというね、そういうシステムもありますと。確か処刑ミッションレベル15までクリアしたら達成度が上がるみたいな仕組みやったような気がしますね、 PSP の時はね。でこれが確かスタントやったと思うんですよ。一回やってみようかな、スタント。これ GTA シリーズはねもう必ずと言っていいほどこのスタントっていうのがあるんですけど、このスタントがねなんかこれも全部クリアしないと達成度が100にならないっていうのがねあったと思うんですよ。どれぐらい助走つけたらいいんやろこれ。サイレンも鳴らしていこうか。うわ、いけ。あ、ちょ待って。うわ、どう、違うか難しいな。え、あ、これやばいって。え、おお。え、これマジひっくり返ったら戻らんタイプか。わ、そういえばそうやったな。 GTA5 みたいにあれでんぐり返しみたいなないんや。お、待って、誰か死んでるけど金拾う。やった、拾った拾った、あかんけど拾った。絵はもうスタントはね多分もう慣れがないとできないんで、今度ね慣れてからいろいろコンプリートしたいと思います。とりあえずねルイージの方行きましょう。ちょっとライフやばいけどな、いきなり17になったけど。お、ミスティ、またミスティか。ドライブミスティフォーミー、ドンの息子ジョイ・レオーネが。That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. 最後は絶対ミスティに手出すなよって言うねんな。ミスティ誰も興味ないと思うけどな。で、え、あ、そうか。俺の乗ったパトカーもう壊れたもんな。この車ちょっと嫌やな。よ、なんか遅そう、なんか速そうな車ないんかな。なんか欲しい時だけ全然通らへんやん車。お、これでいいか。しゃあ奪ったれ。 OK、 じゃあ行こう。
OK で、地下、地下なんかね、話の中でもいろんな名前が出てくるんで、ちょっと一度にね覚えれる量じゃないと思うんですけど、ちょっと頑張ってついていきましょうか。でクラクション鳴らしましょう。こんなでっかいマンションでクラクション一発で聞こえるのすごいな。マンション、マンションですよねこれ。ミスティを上位のガレージに連れて行け。 OK です。ミスティには手出したらあかんからな。ルイージに殺されるからな。ルイージにやられるんで、ミスティはもうね完全にもう女性として見たらあかんで。だんだん暗くなってきましたね。これ、ね、電車も乗れるんだったらまだ乗りたいんですけど。お、バスおった。バス、なんかバスミッションとかあったっけ。確か PSP のリバティシティストーリーズの時はなかったと思うんですけど、ごめんミスティ、ごめん、ちょっと運転下手やった。なんか思ったよりも車の種類が多いですね。結構なんかさっきアイスクリームみたいなやつもあったんで、これが上位のガレージ。あ、これちゃんと止まらなあかんのか。通り抜けたらあかんねんな。おお、なんか結構いろんな車ありますね。Joey. えー、やばいやばい。え、そういう仲なんこれ。Reliable, so、right? 普通にケツ触ってたけど、あれ大丈夫なんこれ。これすごいおばあちゃんやなこれ。おばあちゃんの歩き方がすごいノリノリやけどこれ。こんなノリノリのおばあちゃんおるよこれ。いいね、なんかノリいいね。よし、じゃあとりあえず今回はね、これまでにしたいと思います。これ何、男女どっち、これこれ何者なんこれ。女、これ女か。まあええわ。よし、じゃあマップとりあえず軽く確認して終わりましょうか。で今いる島がここなんですよね。で大体大きく分けて3つ島があって、ここの島に行くのには、まあ、多分橋通らないといけないんですけど、まあ、ご覧の通りね、あの最初の方に壊されましたんで、ぶっ壊されたんで今行けないと、多分そういう感じになってます。はい。そしたらまあストーリーをね続けていくごとに多分通れるようになると思うんで、わからないですけどね。まあやっていきましょうか。 OK、 じゃあとりあえず終わります。ここでまた次回お会いしましょう。